皆さんこんにちは、マットです。さあですね、この川崎の ZX25R ですね、 25R25R、 僕が買ったのは 25R の SE という上位グレードの KRT エディションって言って、この川崎のライムグリーンのね、あのおなじみのモデルなんですけど、まあね、純正のうちにと言いますか、ドノーマルなうちにね、あの喋っておこうかなと思いまして、今回動画を撮影しております。僕はね、あの結構いろんなメーカーさんのバイクをお借りするっていう機会もちょこちょこありまして、海外モデルがメインなんですよね。海外モデルがメインなので、結構ね、視聴者の方の年齢層って高いんですけど、普段 25R の動画はなんかやっぱりこう若い方々もすごく注目してるみたいなモデルで、あの免許取ったら欲しいですっていうあのコメントをたくさんいただいていましてね、すごいね、嬉しいなとは思ってるので、あのちょっとね、今回は若い人向けにオーナーである僕が感じた2気筒の忍者250、2気筒 250cc と4気筒どちらがいいのかっていうのと、もう一個は ZX25R の標準モデルと SE どちらを買えばいいのかっていう、僕なりのあくまで個人の意見なんですけど、まあ、喋っていこうかなと思ってます。ということでね、今回この動画から初めて見たよっていう方もね、ぜひね、チャンネル登録と、そしてね、動画投稿の通知もしていただけるとね、このカスタムの様子とかもどんどん走っていこうかなと思いますので、ぜひね、お見逃しなくっていうことでよろしくお願いいたします。さあ早速ね、こう喋っていこうかなと思ってるんですけど、本当にまだ土純正なので、パーツをつけたなっていうのはこれぐらいかな、スタンドフックぐらいですね。はい、ということでね、まずはね、純正のうちに2気筒の忍者とこの4発の 250cc フルカルバイク、どちらがいいのかっていう個人的な僕の意見を喋っていこうかなと思ってます。まあね、結論からね、先に言っちゃうと、走りをスポーティーに、かつすごいね、エンジン音も楽しんで、攻めた走りをしたい、甲高いね、エンジンを高回転までカッチリ回して楽しみたいっていう人が4気筒の 250cc、 まあ今現状は 25R しかないですけど、がいいと思います。で、一方忍者250のいいところは、圧倒的に乗りやすいんですね。乗りやすく、あと多分コスト面でもあっちの方が抑えられる。そして軽いから、割とあの免許取り立てでちょっとまだこういうスポーツしてるバイクが怖いなっていう方は、2気筒の忍者250とかの方がいいのかなと考えています。ということで、まずね、 ZX25R の具体的なスペックなんですけど、まずね、データをね、バーっと読んでいくと、シート高が 785mm、 車両重量が SE で 184kg、 標準モデルはね、 183kg って書いてありますね。でいて、最高出力日本仕様は45馬力でラムエア加圧時46馬力で、値段ですね、値段は82万5000円で、僕がね、買ったこの上位グレードの SE モデルが91万3000円ってなってますね。で、それに対して忍者250のスペックを見ていくと、シート高はね、 795mm なんですよ。 10mm ぐらいね、向こうの方が高くなってるんですね。でいて、車両重量 166kg、 軽いですね。最高出力は37馬力、こうやって見ると忍者250も結構高馬力になってますね、昔に比べて。気になる値段は65万円、まあまあ安いですよね、この ZX25R に比べてしまうと。まあね、このね、 25R のシート高 785mm っていうことで、足つもね、こうだいぶべったりで、身長 165cm の僕がまたがってもちょっとね、かかとが浮くぐらいかな、両足で。でもほぼほぼね、べた足に近いっていう感じですね。で、タンクが、まあ、すごいね、4発に比べては絞り込まれてると思うんですけど、これ 25R の方が僕低い理由としては、個人的にちょっと思ったんですけど、あのやっぱり4発なので、この横の幅がどうしてもあるんですよね。僕のデイトナ765でないし、デイトナ675っていうミドルクラスのスーパースポーツバイクを横に一緒に並べた時に、デイトナの方が3気筒なのでスリムだったんですよ、ここ横すごくスリムで。って考えると、やっぱツインよりはここの幅が出るんで、おそらくシート高をちょっと下げて、足つきを忍者250あたりと同じぐらいに置かせたっていう気がしますね。ちょっとね、幅あるんですよ。
そんな気にならないですけどね。 250cc バイクっていう頭でこう取り回しをしようかなと思うと、あ、ちょっと重いっていうのは第一印象でした。なので軽さと重さ、あとコスト面っていうところで、もちろんこうプラグ4発だからプラグも2本多いですよね、2気筒の忍者より。だからその2本多い2本のプラグ代と工賃もそれプラスでかかってくる。あとね、オイル量、オイル容量も忍者250は2リットルなんですよ。こっちはね 2.9 だったんですよ。オイル容量が 2.9 なので、あのミドルクラスの大型とまではいかないですけど、まあ、大型に近いやっぱこうオイル容量とかもあるんで、オイルって意外とかさむんですよね、値段が。2.9 だと1リットル近く増えてるから、オイル容量は 2.9 です。だからこういった細かいところで車検こそはないんですけど、まあ、忍者250と ZX25R の単純なこの車体の価格の差もありますけど、20万近く違うのか。維持費ってことを考えると、こういったパーツとかのコスト面を考えても、こっちの方がコストはね、割高に、まあ、どうしてもね、あの高くなってきてしまいますね。まあ、そこはね、本当に2発と4発の違いっていうことで、短気筒バイクとか本当ね、コスト安いですからね、維持費。 SR 車検こそはあるけど、本当に維持費安いから。でもフロントはね、ディスク、シングルディスクなので、ブレーキパッド交換するときも1枚だけで済みますしね。そのパッドの値段まではまだちょっと調べてないんですが、って言ったあたりでね、コストは圧倒的にこっちの方がかかってくると思います。まあ、コスト面でもやはり忍者250の方が優秀なのかなっていう形ですね。で、あと乗り味ですね。乗り味は上まで回すと圧倒的にこっちの方が楽しいんだけど、普段の街乗りをしてると、あ、やっぱ250度4発だなっていう、まあ、想像してたよりは下のトルクすごくね、厚く今時のバイクだなっていう感じで作られてるんですけど、リアのスプロッケとかがね50兆ぐらいなんですよ、大きさ。なので多分スプロッケとかを大きくして、で下のトルクを稼いでるのかなっていうのが、あのこのバイクを見てると分かるんですが、どうしてもねやっぱりこう1万回転以上がこのバイクの本領発揮、一番楽しいのは1万4000以下上なんですけど、普段僕 SR を街乗りで乗ってるので、 SR とかあの忍者250のいいところってすごいね、低い回転数ですね。だからよく街乗りで使う4000とか5000以下の回転数、あそこからガッて開けてもバーって加速していくところがすごくいいんですよ。だそういった面で2気筒の250のバイクっていうのは、初心者でもあの楽しんで乗りやすいようにうまく作られていて、なので250の2気筒のバイクが市場ですごく出回ってる理由っていうのはやっぱり、ね、そこにあると思うんですよ。まあ、コスト面で安いっていうのもあるんですけど、ものすごく乗りやすい。追い越しとかかけるときにね、低い回転数のままある程度ね、ギアがズボラでもガーって開けると加速してきますから、まあ、そういった面でね、あの街乗りがすごいしやすいのかなと。で対してやっぱりこの 25R は、まあ、想像していた以上ではなかったんですけど、やっぱりこうトルクが薄いというか、あ、この回転域は使っちゃダメなんですねみたいなっていうのはありますね。この間ね、あの2ゴールで走ってて、上り坂であの信号赤だったんで、ちょっとギア緩めるじゃないですか。止まろうかなってギアを緩めた時に青になったんで、そっから加速しようとすると来ないんですよ。あ、ギア落とさなきゃ 一速までっていう感じで来なかったんで、やっぱこういったところは多分この忍者250の2気筒のバイクとかだったら、そのまま、あ、信号青になったらガーって開けるとブワーって加速していくんで、まあ、そういった場面でやっぱり乗りやすさの違いっていうのが出てくるのかなと思ってます。もちろんね、どっちも楽しいんですけど、どっちが楽しいんだって言われたら、僕はオーナーとしてもう買っちゃってるから言えるけど、こっちの方が楽しいですね。まあ、僕が乗ってたのはね、だいぶ昔の忍者 250R っていう、あの川崎がね一番最初にこうフルカール 250cc を復活させて市場を再熱させたブームになったね、火付け役のバイクなんですけど、ちょっとねだいぶ昔のバイクが比較対象になってしまうんですが、まあね、あのカウルこそはついてるんですけどね、振動がグワーってなるぐらいに、あの100キロ以上の速度域がちょっと苦手かなっていう感じはしましたね。なんですけど、やっぱこれ4発だからすごいね、あの1万以上に回ってても滑らかなんですよね。すごい滑らかで、シルキーっていうわけじゃないんだけど、すごくね振動なくて、東名高速道路とかね、今後ね120ぐらいですごいね区間が伸びてくると思うんですけど、120キロ巡航も余裕だと思いますよ。まあミドルクラスの SS にはもちろんかなわないですけど、あくまで 250cc だから、本当にでもね 400cc のバイクみたいな感覚で乗れるところは高速もすごく面白いですね。まあどちらがいいのかっていうのは、まあ、僕個人として
人は絶対こっちって言うんですけど、まあ、コストとかいろんな面も考えると圧倒的にあのコストが低くて乗りやすい忍者250も、昔のね、あの僕が乗ってた頃の 250R に比べたら性能めちゃくちゃ上がってるんで、全然ありだと思います。コスト度外視で、あの燃費もね、あのこっちの方が多分同じレギュラーガソリンなんですけど、イメージ7、8キロ燃費悪いんですよ、やっぱり。そう、ガソリン代とかも最初はね、乗り出すとねすごい痛いですよね。僕も乗り出しの頃はすごく痛かったです。もうね、バイク1本でもう頑張ってバイトしますって、バイトして最初走り出し維持していきたいって。でもやっぱね、高性能なバイクがいいってなるのであれば、もう間違いないこっち行っといた方がいいですまあ初心者の方でも結局ね、あのバイクしばらく走ってれば慣れてくると思うので、結局は慣れなんですよね。まあ、なのでそういった面で、まあ、2気筒の忍者250と ZX25R の違いをちょっと触れられたらいいなと思って喋りました。はい、ということでね、次ですね。次はね、あのこれ SE グレードなんですけど、 SE と標準モデルどちらがいいのかっていうのを喋っていきたいなと思います。はい、ということでまずね、値段ですね。値段はこっちがね、91万ぐらいですね。端数ちょっと切っちゃってますけど91万ぐらいで、標準モデルが82万ぐらい。差額としては10万はいかないけど9万ぐらいかな。じゃあその差額をね、どの部分で補っていくのかっていうのをちょっと見ていくと思うんですけど、皆さんが入れるだろうなって思うところはスライダーですね。ここの両側のフレームスライダー、エンジンスライダーが3万しないぐらいで、あとは上下のクイックシフターが4万円ちょっとぐらい、合計で7万ぐらい。もうここだけで7万埋まるんです。ここだけで7万埋まって、じゃあそれをお店で工賃払って取り付けてもらうってなると、多分もうプラス1、5から2万ぐらいの間かかるっていう多分イメージだと思うんですよ。そうなるとね、スライダーとシフターだけでほぼね9万近い差額埋まっちゃうのかなと思ってて、あとプラスでこのスクリーンですね、スクリーンがスモークがかったスクリーンがね1万6000円ぐらいで、あとはねここリムテープがこれね4000いかないぐらいするんですよ。3500円ぐらいだったかな。これもねオプションなんですよ、リムテープ3500円。僕個人的にはリムテープは別にいらないかなと思っていて、であとねこのスクリーンも多分サーキットとか走ると自分の好みのスクリーンに変えたいと思うので、ここもね最初からなくてもいいのかなと思ってるんですが、まあクイックシフターとスライダーだけで、まあ、差額がほぼ埋まるし、 SE についているこの辺のオプションも全部含めると確実に標準モデルの方が安くなってますね。自分で付けられる人はねいいかもしれないですけど、工賃に払うことを考えると圧倒的に SE の方が安いです。ただまだね今年のモデルは色がすごい少ないので、どうしても黒がいいっていう人はやっぱりこう黒を買って標準モデルを買って、でプラスでパーツこのスライダーとかクイックシフターを頼むって人は多いみたいですね。ただお店で聞いたんですけど全然パーツ入ってこないらしいですね。まだ別の車種のタンクパッドだけでも全然店に入ってこないっつって言ってましたねなのでちょっと時間はかかってしまうかもしれないですけど、まあ、自分が欲しい色がちょっとないなっていう人は標準モデルを買って、あのシフターとスライダーだけつけても、まあ、SE と一緒ぐらいの価格にはなると思うので、お店で頼むと、まあ、それはありだと思います。全然なのでどちらを買うっていうことを考えると、まあ、僕は個人的にスクリーンとリムテープはなくてもいいかなって個人的に思っていて、スライダーもね別にこれじゃなくても車外パーツいっぱい出てくると思うので、そう考えるとねシフターだけつけるっていうのもありですよね。シフターだけで全然変わりますから。本当にこう25のシフター賢くなってるんで、あの唯一ねアクセルを戻してシフトダウンしなきゃいけないところだけど、ちょっとあのこれがアクセル開けたままシフトダウンできるといいなってすごい思ってるんですが、まあ結論はどちらもいいと思う。結局カラーとか自分の好きなモデルのデザインで選んでいいと思います。なので SE と標準モデルどちらがいいのかっていう結論はそういったところで、まあ好きな色変えようっていう感じですね。ただ確かにこっちの方が全て同じことをしたいってなると、工賃考えると圧倒的に SE を買った方がお買い得感じですかね。はい、ということでいかがだったでしょうか。ちょっとね珍しくバイクを置きながら、まあ、せっかくなのでね、あの喋る動画はデートナー675の紹介をした動画ぶりかもしれないですけど、まあね結構若い方のコメントも多かったので、まあ、僕の話は一個人のねオーナー目線でのトークなので、まあねあの鵜呑みにせず、あの参考程度にしてもらえると嬉しいですね。オーナーズインプレはまたね後日ですかね、また後日ツーリングベースで撮りに行こうかなと思いますので、
まずはね、この ZX25R めちゃんこ楽しいっす。楽しいよっていうのをね押しながら、でも忍者250とか2気筒のバイクは2気筒のバイクの良さがある、圧倒的にコストが安いですからですよっていうのを喋りながらね、今回の動画は珍しく喋りで終わりたいなと思います。ってことでね、次回の動画もお楽しみにっていうことで、オーナーズインプレ、いいところばかりじゃないぞっていうのもあるので、オーナーズインプレの動画も楽しみに待っていただけると幸いです。ご視聴していただきましてありがとうございました。